感覚的な状況の変化は、ある。昭和天皇の椅子、そこの椅子により状況への要求が確定する感覚は今、ある。ゲームセンターに人力発電機のような作品を。それで、今のところは不意に、確定のような安定。テレビゲーム、それへの統括的、評価の機関が発生した?としたら、それには意味がある。それはもちろんこちらの、期待し得る作品ではある。推測、見えない向こうの状況はどこまで正解だったか。主導権が自分にはない、以外は、期待しうる安定、ではある。昭和の頃はこんな感じだ。状況は変化。意外なほど、そこにあった健能さが不意に消える感覚には不安感もある。今まで何をこだわったのかはわからない。そのこだわりによって、ゲームセンターには人力発電機的な作品が排斥されていたのだ。そして、今後は、